はい、どうも、しょうてぃぃです。はい、本日は飯能市民球場に来ております。今回は埼玉武蔵ヒートベアーズ対神奈川フューチャードリームズさんの試合を取材ということで、今日はまず試合前の練習を撮影させていただくということで、選手たちの試合前のね、アップとか、体作りとか、いろいろ見ていきたいと思います。それでは、やっていきましょう。ゴー。まず、選手の皆さんに挨拶をしました。おはようございます。お願いします。みんなまずストレッチですね。こう談笑しながらストレッチということで、はい、リラックスしてる感じ。あれは何ですかね。あれもなんすか。フーさんね、あれ聞いてみますか。はい。それは 何の練習ですか。何のアップですか。アップとか知らないですか。これアップじゃないですか。知らないし起きてる間もないんで。起きてる間もない。じゃあ何時起きですか。あ、でも起きたら僕そんな遅くない、早くないですよ。遅くないですよ。9時ぐらいです。ああ、エロいです。9時半ぐらいですかね。めっちゃうまいです。向こうさん、知ってますか。写真者撮ってみてください。向こうさんも、これがですよ。そうです。みんな知らなかったらいいんですよ。北九州の方。北九州。北九州。言わなければ。そう、そうだ、言わないで。え、これが実際に上手いです。よっしゃー。お願いします。これちなみに元ピッチャーですよね。元ピッチャーです。あの、去年までは多分ピッチャー登録だったんですよ。そう、キャッチやってたんですよ。すげえ。キャッチャーやってたんですか。いや、でもちょくちょくです。たぶん、トシ君脱毛行ってから球速くなったって言ってたんで。毛の量が、毛の量が軽くなったから。トシ君、どこの脱毛行ってんだっけ。どこの脱毛行ってんだっけ。カメラです。あ、メンズ着るやつ。あ、メンズ着るやつか。そういう YouTube で。じゃあ、タクシさん、今回企業判定。トシ君、あれだよね、脱毛行き出して球速くなったんだよね。150キロほど脱毛して企業判定。やっぱ男は怪我ってなもんじゃん。毛剃ってます。気を足出すなんて。あの人なんですよ。昨日剃ってあの日ですよ。真田ちょっとね。ちょっと残ってんだ。いやいや、それ一昨日。ガイモン。169ぐらいしたんですよ。70あるんですか。71。71ある。169って言われたんだからないよ。そう見えてんの。あんたが言うからやろ。多分今多分来てますけど、だいぶ身長差です。181。はい、バレた。そうそう、僕もカメラじゃこうしときますね。あ、そうそう。はい。関係ないか。ははは。はい、行きましょうか。じゃあよろしくお願いします。鶴選手、ありがとうございました。おはようございます。よろしくお願いします。綺麗だっす。ここで鶴選手と吉則選手が何やら見たことない機材を持っております。うわ、何ある。なんかまたちょっと面白い器具みたいなのが。痛い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 。これは 何の器具ですか。これ分かんない。大きくなるんですか。大きくなるとか。先生でかくなるんかな。あ、そうっす。あ、そうっすよ。よかった。使えないから。壊れた。どうやってやるんすか。後ろさん、こいつ壊しました。僕は壊さないですよ。12万。僕見て。なおちゃん壊してます。岡井さん、はい、調子どうですか。調子は、まあ普通ですから。なんか大きくなりましたよね。肩周りとかですよね、はい、大きくなりました。ですよね、はい、出るんじゃないですか。出ないんですよね、それがなかなか。そんな楽なものではなかったです、はい。何をしてこうなんですか。いや、ウェイトは上はしてないんですけど、下は結構してて、上は食ってました。食ってました。はい。進化はもう変わらず。進化は変わらずずっと投げてます。一番進化するね、あの得意な。そうですね、変化球でいったら、はい、変わらず去年と。金沢選手どうですか。いや、去年とほぼメンバー変わってないんで。はいはいはい。まあ、相変わらずやなチーム。やっぱり、はい、逆にエアスチーム結構選手変わってるじゃないですか、はい、若いと思うんですよ、はい、若手のピッチャーとかにどういうアドバイス。ゲームの入り方とか、はい、そういうのを聞かれるので、はい、そういうのは教えたりします。ホームとか正直僕より片山さんとかの方が絶対いいので、まあ、そこはあんまり僕は言うことはないんですけど、ゲームの入り方とかそういったものは、まあ、僕も2年間やって3年目なんで伝えられることは伝えようとします。なるほど。ありがとうございます。はい、だからね、今ピッチャー集合ということで、ピッ
ッチャーなんか7人、8人ぐらいと思ったら、だいぶいません？ほとんどいなくなったみたいな感じになった。ほぼ全員ピッチャーだったな。ピッチャーの数えぐいっすね。えぐいっすね。で、本日の先発なんですけど、今、西武ライオンズから派遣で来られてる出井選手っていう、はい、育成ドラフトかな、1位で19年入った、それが先発ということで、イケメンです。そしてこちらピッチャー陣のアップの模様です。瞬発系ですかね、パッパと切り替えて走っております。はい、ベアーズにはですね、専属のトレーナーさんがいまして、トレーナーさんの指示で、皆さん動いていらっしゃいます。ピッチャー陣全体でのアップもそうなんですけど、それ以外では、個人個人で、体の調整をね行いながら、可動域とか、体幹とか、トレーニングをされております。はい、こちら背番号16番辻空選手です。元広島カープですね。めちゃめちゃ体柔らかいですね。マックス154キロ投げるピッチャーとして、もう素晴らしいボールを投げて、で素晴らしい変化球で三振取るピッチャーなんですけども、いいピッチャーの秘訣はやっぱり体の柔らかさだと思いますね。ピッチャーをやってる皆さん、ぜひともこちら取り入れてみてはいかがでしょうか。インナーの時間はだいたいどれぐらい取ってるんですか。どのぐらいですか。5分15分じゃない。15分15分です。棒のやつとそのゴムのやつは何が違うんですか。ああ、こっちはインナー系で、はい、棒だと肩の可動域出したり、はい、動き良くするためのやつです。なるほど。あの棒よく見るんですけど、はい、プロ野球選手とか NPB の選手も使ってるの見るんですけど、はい、あれどこで売ってるんですか。これ多分どこだ、あのカインズとか。何用の、じゃあもともと建設資材的な棒なんですか。これじゃないですかね。あの鉄パイプとかも置いてあるんで、ここ。ああ、そうなんですね。ホームセンターに売ってると思います。不意に近かったっすね。もう結構びっくりしたっす。見てますよ。ありがとうございます。いつもだと。ルーティン。ルーティンや。股関節。そう。もう体をビリビリに。もう送金のように筋肉をぐちゃぐちゃに使えるように。いろいろ動かしてます。お願いします。じゃあお願いします。このグラさんはまさか。これは日高のです。日高さんですか。パクってます。なるほど、はい、かっこいい。いいですね。はい、本日はここまで。次回もインタビュー練習風景をお届けします。たくさんの選手を出しますので、皆さんチェックよろしくお願いします。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではありがとうございました。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとして、ペサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が、そうそうそう、多いと思うんですよね。でしかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人1万人達成したら、そうです、OK、この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に、2
た達成しました動画っていうのも出ると思うので、はい、まあ、そちらに最後やってもらうような形です、まあ、常に動画から見ていただいて、そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ一番人数か分かんない、一番人数か分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はいはいはい、あの登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います。そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で現代モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。Fire!